返す。ウィズ。さあ、戻ってきました。続きいきましょう。現状、上杉家、我ら上杉家は、徳川に、包囲網、引かれたんですけど、まあ、そんなにややこしい包囲網ではなかったね。実際もあと包囲網に組んでるのは、徳川と武田だけ。まあ、多分、前回も予告しましたが、徳川は多分、あともう少しで、かなりやられると思います。さあ、戦略続けていきましょう。報告いたします。おお、北条だって。先月の終始です。ご命令を。なんかね、毎回こうなんだよね。直前になって動いてしまう。あまりにも良くない。いやーよかったよ、北条もこう言ってくれてるよ。我らと上杉家の間に盟約がある。これをうまく生かしていかねばな。うん、俺もそう思っている。もうしばらくの間ね。行くぜ。先陣を切らせてもらう。皆の力合わせよう。大体五穀豊穣だろ、それしかやらんやろ。やっぱしな。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。待機する。ほう、ずいぶん面白いことやってくれんや。進むぞ。参る。進むぞ。さあ、上杉本軍出陣とします。実朝。まあ雪はもうしゃあない。報告いたします。先月の終始です。表情を始める。
了ポイントしっかり今取っときたいな。表情を終える。これ入れとくかな。あ、自信入れてなかったんだ。入れとこう。誰だこいつら、ようわからん。かたじけない、ご命令を。我が志し必ずや果たしてみせる。これやる意味あんの？いや今金にも余裕が出てる。今は待て。いよいよ、いざ参ろう。我に続け。俺が待っていたのはこの瞬間だ。いざ参る。先陣を切らせてもらう。ね、津軽ためのうちを裏切ったやつだ。武田か。参る。後に続け。おそらく報告いたします。マジして先月の終始です。ご命令を。そう、ちょっとね、民は待ってくれ。もう少し待ってくれ。取引を行いましょう。ありがとうございました。我が志し必ずや果たしてみせる。今はね、やつらを相手にするつもりは全くないから。来ました。勝ったぞ。立ち退きをあげよう。徳川崩壊への道がスタートしたな。崩壊？崩壊はちょっと言葉違うか。いざ参ろう。出陣するぞ。かかれ。やべ、ちょっとこれは頼む、正幸。死力を尽くした甲斐が。行くぞ。出陣するぞ。いいな、おまさ。またいい武将がいるね。出陣だ。行くぜ。これはやりづらいな。もう少し有利に戦えると思ってた。まあ、あれを入れよう。行くぜ。出陣だ。使いの者が来たようです。誰が結ぶか、こんないいチャンスを。負けてやるわけにはいかぬ。行
くぞ。さあ岡崎行くよ。後に続け。かかれ。これはきついかな。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。そしてここでも思い切ったダイバーって気がする。普通絶対周りからブーブー言われると思うけど。あ、雪村いね。雪村にしようと思ったけど、じゃあ信之でもいいわ。はっ、若輩者が上司だぞ。しかも岐阜城の上司、普通じゃありえねえ。行くぜ。この軍たち方向変える。今1年半民を申し訳ない。だがこれも徳川を潰すためだ。武田を潰すためだ。頼む、我慢してくれ。うわ、岐阜城すごいね。やっぱここはいい城だよ。はっ。で、俺南部の抑えをうまく作りたいと思ってるんだけど、これできねえんだね。これどうやったらできんだろう。本当にできたりできなかったり、あの状況はいまいちよくわからん。やつも家康うちに動いた。助立ちする。かたじけない。今もうボロ儲けだからね。負けてやるわけにはいかぬ。行くぞ。進むぞ。もうあれだよ、切り取り次第ってやつだよ。ここでちょっと手こずった。浜松までは何としてもうちが欲しい。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。策がございます。表情を終える。興奮速度中いいね。ご命令を。ここは揃ったかな。よし。岐阜城集合。いざ決戦の地へ。あんなも楽勝だろ。弱い相手にも容赦はしないぜ。すまねえな。いざ参る。進め。
よし、勝ち戦だ。勝ち時をあげよ。手を打ちます。いざ決戦の地へ。借りがそろそろできねえかな、交渉が。あ、無理だったか。悪いがこの城もらったぜ。やってやろうじゃねえか。ついてこい。浜松までは何としても死守しろ。それより東は別にくれてやる。この城我らがもらい受ける。行くぜ。出陣するぞ。負けてやるわけにはいかぬ。片付けない。行くぞ。出陣するぞ。ん？これは長宗壁が清宗田を攻めてる。おお、それは面白い。報告いたします。先月の収支です。いやー、秀吉同盟組んでくれるかな。ゲッチ、さすがに上杉がちょっと強くなりすぎているからどうなんだろう。お、まだいける。しかも24ヶ月か。12ヶ月にしとこう。はっ。しかもなんか元近長宗我部に対してちょっとかなり腹立ってるね。いや、北条と24ヶ月は長すぎたな。失敗した。まあいいや。お、交渉はできる。不器用ながら借りがついてみるか。どうだ、全面解放しないか。まあ無理だろうな。いいよ。ここが意外と手こずってるね。そんな手こずる条件はないはずなんだよ。はい、岡崎じゃん。やってやろうじゃねえか。もう浜松出陣だ。え、本庄隊が先ぶつかっちゃった。これは想定外。まあ仕方ない。次の甘春隊で叩く。気を上げよ。かたじけない。よし、待つか。こしょう。あ、もうちょい行った方がいいかな。さあ、北陸系も行きましょう。武田の最後の城を潰しにね。そんなんいらんよ。え、1万1000もいんの。いらないいらない、そんな。こんだけいりゃ大丈夫。しかも騎馬なんていらんよ。前進せよ。いざ参ろう。前進せよ。おっと、待った。そんな状況だったか。まあまだもう少しいいわ。参る。よし、進むぞ。やってやろうじゃねえか。進め。
界の者が来たようです。武田から？ふざけんな、うちの大軍戻るときがな、そうはいかんぞ。商いを始めましょう。いやいや、いらない。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。いや、徳川との戦はあと2日で終わる。なんだよ、もう終わりか。すごい家臣が入ったよ。徳川軍団は相当強いからね。さあ、ついに徳川家、滅亡しました。あれだけ強い徳川家ですからね、どうやって攻めようかなと思ったんですが、まあちょっとうまく前仕掛けをしていた影響もあってスムーズにいくことができました。はい、この後はですね、まあ最終的にちょっと北条をどうにか攻略したいんですが、そのためにちょっと孝行の憂いを断ちましょう。というわけで、まずは尾張、それからまあしつこいですが柴田もどうにかしたいところですね。ではまた続きも頑張っていきたいと思います。ご覧いただきありがとうございます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。では失礼いたします。